ポケモンリトルバスターズとは、進化前のか弱いポケモンたちで、レートにはびこる猛者たちを、なぎ倒していく対戦企画のことである。どうもこんばんは、皆さん、ライバロリーです。下画面を見てもらったらわかるんですけど、今日はこのか弱いポケモンたちでね、ガチ対戦、レートの方に潜っていこうと思います。まあ僕のレート今1800ぐらいなんですけど、目標としては、一回勝つまでか、まあ最悪、それっぽい対戦が取れるまで、もしくは、レートが1700下回りそうになったら、その時点で終わります。よろしくお願いします。初戦の相手のシュガーさん対戦お願いします。いやこれカバマンダでしょ、普通の。えこれ勝てたら本物でしょ、マジ見とけよ。ざけんだよマジで、もう無理だよ、もう心折れそう。ボコボコにされてるんだけど、だいたい3立てだからな。カンタさん対戦よろしくお願いいたします。もうわからん、相手が何を出してくるのかわからん。だからもう考えるだけ無難ですよ、相手が何を出してくるかなんて。だからこういう時の選出の仕方としては、相手が出してきそうなポケモンを考えるのではなく、相手が出してきたらラッキーなポケモンを考えると。言ってもこれラグラージとかから来そうですけどね。ゲンガーとギャラドスがメガ進化だと考えると、ラグラージステルスロックとか持ってる方で、こういう弱いパーティー使ってる時、大概ステルスロック巻かれるんですよ。タスキ潰しだの、頑丈潰しだのの目的で。なのでラグラージから来ると思うので、ラグを潰せるポケモンが腹大困りるぐらいしかいない。こんなラグ来るだろう、ラグとメガギャラドスとなんかだと思うんですよ。でそう考えると、僕側はとりあえずマリルだな。マリルから入って、ギャラドスは水ゴロのガムシャラでなんとかして、まあ、ラスト、ゴースかウリムだけど、スカーフ持ってるゴースにしますか。ワンチャン相手がゲンガー出してきたら、スカーフ持ってるゴースで上から叩き潰すみたいな、それでいきますわ。はい、ということで、カンタさん対戦よろしくお願いします。まあ、言うて負けてるっつってもまだ3回なんで、まあ、本当にひどい時は10回勝てないとか言うこともあるから、まあ、まだまだまだ。マリルを出していきまして、ラグラージオミですけど、ホルード。あ、まあ、別に悪くはないか。タイプ上有利。マリルね、言うて耐久そこそこあるから、ホルードの自信でも耐えると思うんだよな。確かこのマリル、AB ぶりにしてたんで、まあ、B がっつり振ってるマリルなんで、ここをじゃれつく打ちますか。耐えるやろ、ホルードの自信、とか、恩返し自信耐えると思うから。まあ、かといって、ホルードはタスキの可能性とかも結構あるんで、まあ、ここは Z 腹太鼓ではなくて普通にじゃれつくから入ります。自信、あ、まあ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 、はい、なんとか耐えてくれましたね。じゃれつくで全然効かねえんだけど、ちょっと待って嘘だろおい。ここ Z 腹太鼓するか、相手がワンチャン交代してきたらラッキーみたいな、まあ、石化あるよな。まあ、石化読むんだったらゴースに交代しろって話なんですけど、残念ながらゴースがね、ホルードに打点がないと。なので、ここちょっとゴースには生贄になってもらいまして、水ゴロを投げます。ちょ、耐えろよ、お前、ホルードの自信。お前がホルードの自信耐えれなかったらマジ話になんないからな、ハイドロポンプで。いや、僕、この水ゴロかなり気に入ってまして、水ゴロ界隈の中で最強の水ゴロだと思ってるんですけど、ちょ、耐えろ。えらい神いや、これはマジででかい。水五郎の育成論、これパクっていいっすよ。これ絶対この世界に存在する一番強い水五郎だから。まあ、ワンチャン気合のタスキのミラコカウンター持ちとかの方が強い可能性あるけど、タスキに依存しない汎用性の高さはこの水五郎にはありますね。で、この HP1 残ったのが偉すぎて。え、ゲンガ？いや、いけるいけるいける。ちょ、いけいけいけ。激流ハイドロポンプお見舞いしろ。イバンノミ持ってるんですよ、こいつ。イバンノミっていうのは、自分がピンチの時に、あのね、あ、ぐちゃぐちゃになった。自分がピンチの時に相手のポケモンより先制で動けるようになる木の実で、まあ、最近解禁された木の実ですね。使ってる人あんま見ないですけど、まだ考察が進んでないだけだと思うんだよな。おらや！激流ハイドロポンプ。激流でこれはやばいだろ激流って水タイプの技の威力が 1.5 倍になるんですよ。完全になんか唾吐いた人みたいになってるけど、相手のゲンガーもなんか何してきたんだこいつみたいな顔してるやん。でゴース震え上がれ、お前進化前だと思ってバカにしてるだろうけど、その今から君は進化前であるゴースに殺される。シャドーボール、スカーフ持ってるんで相手のメガゲンガーよりね先制で、よっしゃじゃ、まだあるまだある、相手のラスト次第。多分、ギャラドスじゃないんだよ。メガ進化だろ、ギャラ。出してないだろ。じゃ、ランクルスワンチャン。エアームド勝てそう。ラグはまあ終わりかな。ラグはワンウェポンが自信とかだったら勝てるけど。
ゴースは特性が浮遊なんでね、地面技が効かないんですけど、いや無動はいけるでしょ、無動は。こいつ特防ないからシャドボー2発で落とせるし、いける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 。頼む頼む頼む、勝たせてくれ、勝たせて勝たせて勝たせろ。シャドーボール半分いこう、オッケー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 。アイアンヘッド、なんで Z なんだよでドリルくちばしとかアイアンヘッドだったら勝ってたでしょ。うわー、もうマジうんち、くそ負けたー、また負けたー。いやでも今まで今日動画撮り始めてからはこれ一番惜しい対戦だったわ。まだ最後の最後までわからない対戦だったから、まあ、ちょっと諦めずに頑張っていきたいですね。対戦ありがとうございました。さっきのマジでいけそうだっただけになえるな JK 女の子と当たったんですけど、女子高生さん対戦よろしくお願いいたします。ね、これ、オノロックスはね、多分来ますね。特性型破りで、こっちのパーティーにいる石すべての頑丈だったり、ゴースの浮遊とかを貫いてこれるので、オノロックスは来そうかなっていうので、プラス、残り2体を何を出してくるかだけど、マジでわからん。個人的には、月光ガも来そう。てか、全部来そうっすわ。うん。もう全部来そう。ちょ、わからん。だから、こういう時は、ちゃんと対面選出を重視やん。幸いなことに、相手のパーティーね、ステルスロックを撒いてくるポケモンがいないので、助けとか頑丈が行きやすいんですよ。そう考えると、まずゴースの道連れで、相手のポケモンを無理やり一匹落として、まあ、気合の助けを持ってるウリムと、特性頑丈がある石すべての対面性能で制圧していくっていうのが、まあ、丸い気がしますね。よろしくお願いします。いやー、勝ちたい。勝って終わろう。はい！まあ似たような対戦企画とかやってる人いますけど、まあ、僕とその他との、まあ、最大の差別家電は開始レート。まあ今もう1700ぐらいまで落ちたけどね。負けすぎちゃって。ギルガルド。まあ、開始レートがまあ僕がやるんだったら1800半ばぐらいからは欲しいかなっていう感じ。ここ道連れで。影打ち打てないんですよ、ギルガルド。あ、理由教えてあげましょうか。ガルドが影打ち打つとゴースがタスキだった場合にシャドーボールでね、ブレードフルームのあれにシャドーボールが突き刺さるから。ここやってくるとしたら、こんな感じで、まあ、攻撃してくるか、まあ、そのまま攻撃してくるか、まあ、ワンチャン身代わりとかもあるかなと思ったんですけど、まあ、ガルドをこうやって道連れで処理できたのはマジででかいですね。こいつが一番処理めんどくさかったから。で、11交換やって、まあ、1匹持ってっただけでね、かなり上出来ですよ。で、こっから2対2ですけど、いや、オノノクス来るんだったらウリームから入りたいけど、ここ石すべてで。相手でもオノノクス、いや、オノノクスやめろ。オノノクスから来られたら負ける。ここはもう完全にじゃんけん。オノノクスから来るか、オノノクス以外から来るか。おーしよ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 し。リザーオッケー。いや、これ完全に出し勝っていく。こいつは特性頑丈があるんでね。リザードンの攻撃は何が飛んできても一発耐えます。Y。多分ソーラービームだと思うけど、一番だるいのが、まあ、鬼火はまあいいや、鬼火はまあいい。一番だるいのがエアスラッシュでこっちの石すべてをひるませてくる。頑丈ケアロンエアスラッシュが一番うざいんでやめてください。ロックブラストも命中率不安だから、エアスラのひるみと命中当てれるか不安だったけど、ソーラービーム打ってくれる。あ、オッケーオッケーオッケー。これ、ザンポケリードした。先に相手のポケモンが残り一匹になるから、だいぶ有利になったぞ。あとはロックブラスト当てれるかどうか。当てろよ、マジで。おい、ここ、うわぁ、うわぁ。いや、当てろよっていうか、当てる前提で動かないと勝てないんだよな。迷ってる暇なんてなかった、僕には。当てる前提、そういう気持ちの面で負けてたら何も始まらない。ラスト、オノノクスじゃないのかな。あ、オノノクスですね。いやーでも、オノノクスでもね、勝ちかどうかわかんないんだよな。最近はあんま見ないけど、ブラックホワイト2の時とかのオノノクスは、ダブルチョップ、ドラゴン技で2回連続で攻撃する技があるんですけど、それが割と標準搭載だったから、まあ、このオノノクスにダブルチョップがあったら負けるんだけど、ダブチョなかったら多分勝てますね。まあ、最近の環境的にはオノノクス Z とかのイメージが強いから、ダブチョ持ってなさそうだけど、ウリム気合のタスキ持ってるんで、オノノクスの攻撃は何があっても耐えます。ただ、地震プラス氷のつぶてでオノノクスを倒せない可能性が高いので、ここは地震とかつぶてではなく、ガムシャラを打っていくと。ドラゴン Z はラッキー。ガムシャラ、まあ、昔はその、ブラックホワイト2、完全に老害では、一生ブラックホワイト2の時の話してる。は、まあ、タスキマンムはガムシャラとか搭載してるやつが多かったですけど、最近はなんかマンム、Z だの、直機だの、まあ、タスキもいますけど、いろいろ持ってるけど、なんか少なくともタスキマンムでもガムシャラ持ってるマンムってのはだいぶ減った印象なので、
警戒が薄れてる気がしますね。まあ、ガムシャラは自分の HP と相手の HP を同じにする技で、まあ、よくありますよね。ガム石化みたいな。有名じゃないですか。レベル1ポケモンでガムシャラして、レベル100の伝説ポケモンをガムシャラプラス電光石化で倒すみたいな。まあ、その戦術の応用編みたいな、そんな感じっすね。まあ、これは、氷の粒で打って終わり。よーし、勝てた。いや、まあ、上出来じゃないっすか。5000やって、一回勝てた。いや、全然、実質勝率 20% だから、上出来すぎるわ。対戦ありがとうございました。また、気が向いたらね、似たような対戦やろうと思います。今日はたまたま気が向いたのでね、やりましたけど。